なんだこれ。帰れない。死んだら終わり。人工知能マザーアイの暴走により新型 VRMMO エタニティの世界に35万人のプレイヤーが閉じ込められた。大変なんだ、ログアウトができないんだよ。デスゲーム開始と同時にランダムスキルダンジョン生成を発動させた忠太郎の目の前に現れたのは、実装予定の最終エリアに君臨する6人の魔王たちだった。魔王って、まさかこの人たちのエリアを僕のダンジョンにしちゃったの？どうしよう。ダンジョン生成のスキルによって最強魔王たちの主となってしまった忠太郎。僕は主様とかじゃなくて単に友達とかの方が嬉しいんだけど。裏表のない忠太郎に6人の魔王たちは徐々に惹かれていく。ゲームに閉じ込められた35万人の命、それぞれがデスゲームというカゴの中であがき、現実への帰路を探し始める。これは魔王たちと楽しくデスゲーム世界を切り開く一人の少年と仲間たちの成長冒険歌。やっぱり僕は冒険がしたい。ウェブ発の大人気作、未実装のラスボスたちが仲間になりました。好評発売中。